Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 9月14日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。僕は占い師ではないので、占い師さんが出した結果を読み上げさせてもらいますね。9月14日生まれの方は、頑固なタイプで強い意志を持っており、ちょっとやそっとでは動かない方です。知的で野心に溢れていることもあり、自分自身が決めたことは簡単に変えることがありません。自分が信じたものに対しては、強い信念を抱いていることが多く、他の誰もが手を引いても、自分だけは信じ続けて成功をつかむことが多くなります。意固地になりやすい人に見えて、コミュニケーション能力は高く、頭も良くて魅力的な方ですので、周囲の人たちに愛されています。それだけではなく、細かいことにも気がつく方ですので、気遣いができると評判な方です。しかし、細かいことに気づきすぎてしまい、他の人を批判してしまうこともあります。言わなくても良いことさえ言ってしまうことがあり、煙たがられてしまうこともあります。見えたことを見えないふりをしてみることも時には必要です。ビジネスセンスが優れていますので、仕事においても成功を収めることができます。自分で何かをするという意識が強いこともあり、一人で物事を進めていくことも多いようです。自分の能力を最大限に発揮するために、自分の全てをかけてしまうこともあり、一人よがりになってしまうこともありますので、注意してください。8歳を過ぎると、自我の目覚めとともに社交性が育っていきます。友達をたくさん作りたいという気持ちから、徐々に人から評価をされたいという気持ちに変化していきます。思春期の頃に人から見られる自分を意識しすぎることにより、思ったよりも良い進路へと進むことができるかもしれません。ただし、その見られるということを意識すぎることによって、マイナス思考になってしまうこともありますので、注意が必要です。大人になるにつれて、社交性を身につけていくことができますので、ゆっくり自分のペースで進んでください。40歳前後になると、社交性が身につき、自分の中に自信が出てきます。その自信によって、さらに大胆なことを行うことができるようになります。自分らしさを良い感じで表現することができます。そんなあなたの裏性格は、二面性があり、理想と理性の間に立ってしまっている方が多いようです。広い心を持っていることもあれば、逆に意固地になってしまうこともあります。どちらも本当の自分なのですが、バランスを取ることができれば最高です。心の奥底にある自分の心を聞き取って、理性と直感のバランスを取ることを意識してください。しかし、人間関係においては少し違うかもしれません。人間関係においてのみ、直感で進んでいく方が良い結果を生むことが多くなります。人とコミュニケーションを取ることができる方ですので、不安になる必要はなさそうです。昔から友人に関しては気づくと増えており、常に周囲に誰かが近くにいるということも多いはずです。心の中に不安を抱えていたとしても、第三者から見るとうまくいっているはずです。人と協力して過ごすこともできる方ですので、組織の中や集団の中で過ごすことも平気です。二面性があったとしても、自分を見つめることを心がけておけば、どんな状況でも成功をつかむことができるはずです。不安と強気な気持ちは誰でも持ち合わせています。そのバランスを取ることが大切になってくるだけです。仕事運。問題を解決するような仕事に向いています。変化に順応していくことができ、文才もあり、言葉で何かを伝えていくという仕事も適しています。問題を解決するのも言葉が一番重要となります。変化をきちんと理解した上で、自分なりに問題を解決するというスタイルが仕事でも活かされていきます。変化が続く仕事という意味で、旅行関係の仕事なども向いています。添乗員のように常に自分も旅行するような仕事があっています。動きが多いとどうしても問題も起きやすくなってしまいます。しかし、その問題をきちんと対応していくことができますので、信頼されます。コツコツ一つのことを片付けるということも得意な方ですので、研究の仕事でも才能を発揮できます。さらに、あなたが持っている高い分析力も研究の後押しになってくれます。自分ではあまり気づいていないかもしれませんが、一つのことを突き詰めることも得意です。自分で強い意志を持って一つのことを続けていくことができるということも、研究を進めていける要素となります。恋愛運。恋愛において相手に頼りたいと思っているタイプの方で、真面目でしっかりした相手を求めています。基本的にはユニークで楽しい人を求めているのですが、
それよりも自分が頼ることができる人が良いと思っています。誰かに支えてほしいという気持ちが強いようです。ただし、あなた自身の相手を見る目が厳しくなってしまいがちです。自分に見合う相手かという点と、頼りになる人であるかという点を重視してしまうと、意外と周囲にそんな人がいなかったりします。頼りになる人は面白い人よりも少ない場合が多いので、根気よく探し続けるようにしてください。しかし、人に対して高圧的な態度を取ることはやめてください。目の前の人が理想的でなかった場合には、簡単に切り捨ててしまっているかもしれません。切り捨ててしまうのではなく、相手の向こうにある人間関係を想像するようにしてください。常に人には優しくすることを心がけておくことがポイントでもあります。目の前の相手がダメでも、そこからつながる人間関係に運命の人がいる可能性もありますので、がっかりしてしまう必要はありません。あなたが個人的に知識を探求している過程で出会う人も良いかもしれません。そこで出会う人はあなたと同じように高い理想を持っている人である可能性も高くなります。同じように高い理想を持ち続ける人を見つけることができれば、すぐに捕まえてください。基本的に理想は高い方ですが、モテるタイプでもありますので、出会った後はそこまで苦労しなくても良いのかもしれません。以上、9月14日生まれの方の占いでした。何かの参考にしてくださいね。